ダイスお願いします。ダイスお願いします。ナイス、ありがとうございます。ありがとう。自信あったらしい。マネージャーから LINE 来たね。いつあったの？いつ？どこ？ニトリ伸ばした意味なんだよ。本当あったら今日届いてんだよね。10時半から12時半に。なんで余計なことしたな。マジで。お疲れ様です。ナイスありがとうございます。6？ どこ？震度 6？嘘でしょ。震度4。震度4か。あー、特命さん、花火ありがとうございます。どんちき。あー、社長、ありがとうございます。君がいないとやっていけない、ありがとうございます。震度 5？ 上層が震度 6？ 沸かすぞ。あ、タバコ食って買い占めちゃったっす。これと2カートンって言ったんですよ。バラしかなくて、これ買い占めてきたっす。買い占め、買い占めです。よっさんやばいっすね。うん、引きこもる気満々じゃないですよ。ストックよっさんのに潰れた？沸かすぞ。うわー、水上花火2個ナイス。あれです、おはようございます。誰ですか？あー、社長。君がいないとやっていけない、ありがとうございます。いつもありがとうございます。掃除いらないからめちゃくちゃ楽なんですよ、これ新しいやつ。まとめ買いしちゃった、これ。早く買えばよかった、これ。これ最強なんですけど、これ。めっちゃ楽なんですけど、美味しいよ、これ。変わらないもんだって。うん。めちゃくちゃいいよ、これ。あー、たくみさん、配信待ってました。トンチキ、ありがとうございます。来た、これ。あー、いつものままありです。これ、ディオっていうか、イルマ。イルマです。デュオじゃないです。新しい一番最新のアイコス3だよ、要は。これね、あの社長にもらいました。うん、あ、冗談社長です。すーぞー、吸いまくるぞ。あのね、全然あの本当にアイコスデュオを思いっきり掃除して、あの何回も吸える感じ、あの詰まり感がないね。何回吸っても煙が入ってこないじゃないですか、普通のアイコスって。ガンガン入ってくるね、掃除しなくても。めちゃくちゃいい、これ。掃除する手間がないんだから。でも掃除するのが好きな人いるんで、たまに。うん、そういう人は向かないかもね。こういうのやりたいんだよっていう人がいるでしょ、綿棒で。綺麗にしたいんだよっていう人。貴重めな人いるでしょ。そういう人は向いてないね。今まで通り使ってください。僕みたいな面倒くさがり屋さんは、今すぐ、イルマに変えてください。イルマに。掃除だるいですね。面倒くさいです。あの綿棒あればいいけどね、爪楊枝とかでやるしかない時あるから。うん、うん、これめちゃくちゃいいっす、間違いないっす。マジでお金出してでも俺買った方がいいっす。でもうちょっとなんか高いやつ、かっこいいやつあるんですよ、黒いやつで。うん、それのがいいかもしれないですね。これなんか社長がなんかこれあるからあげるよみたいな感じ。本当は黒のあれ、いいやつあげようとしたんだけど、家買えるのがあれだったからっつってくれたんですね。あのゼロワンチまで送ってくれた社長が。タバコも580円です。5% です。うん。読み上げうるさい？いや、読み上げつけてねえし。つけてねえし。ついてるこれ。ついてないよね。何言ってんのこの人。大丈夫？幻聴じゃないですか、幻聴。お薬出しておきますね。幻聴聞こえちゃってるよ、それ。誰？19号さん。お薬出しとくね。幻聴だ、それ。うん。お薬出しといたから。うん。ついてないよね。うん。
カレーつけ麺めちゃくちゃ美味しいですよ。うん。なんでイルマっていう機種です。イルマ。うん。あ、自分の設定か。あ、ブロックしちゃった俺。19号さんごめんなさい。うん。イルマ本体は8000ぐらい。で、いいやつは1万2、3000かな。キャバクラとか行ったらかっこいいやつ、モテるやつ。うん、1万2、3000かな。いいやつは。かっこいいやつあるんですよ、なんか蓋付きのベローンっていう、なんかね、結構でかいんですけど。1万2800円か、いいやつ。これカラーバリエーションがあんまないみたいね、これね。うん。チューしたい。俺もチューしたいです。チューしてないですね。最近ね。うん。前の方欲しい人いる ?84 号さん、取りに来る?今だったらこれ、ヒーツブラックあげるよ。これワンカートン。ワンカートンあげるよ。どうする?取りに来る?前の方。マーチンさん、ありがとうございます。じゃあ、早もん勝ちだわ。早もん勝ち。取り来て。今すぐ。今すぐ来て。チャラマコって誰だよ。知らねえよ。誰だよ。本人が言わなきゃ意味ねえだろ、そのリスナーさんが言っても。知らねえよ。うん。知らねえから。勝手に名前出すんじゃねえ。迷惑かかんだろ、お前。おはようございます。住所公開はしてないけど、バレちゃった。ガツンってきますよ。ガツンっていうか、普通のアイコスだね。最高で今、8人か7人ぐらいです。ええ、ありますよ。ね、これあげるから欲しい人は取りに来てくれ。ちょっとか 髪の毛ってぐしゃぐしゃだな、これちょっと濡らしてくるわ。帽子いるな、これ今帽子洗っちゃったんだわ。帽子いるわ。気づかない。ほら、ちょっと全然違うでしょ。ちょっと濡らしたら。え？いや、何時間も寝れないっすよ。全然寝れないっす。ナイスが。気になっちゃって、ちょっとじゃあ 朝ごはんちょっとローソンで買ってきたんで、いただきます。うん、寝癖なんですよ。今日の予定はですね、1時半からマネージャーが来て、ちょっとあれですね、住所変更とか行かないといけないですね。いろいろ、あと鍵作ったり、あと服を買ったり、ラジバンだり。あ、ナイス、ありがとうございます、うん、あ、お菓子ありがとうございます。回数ばらしたのは、そう、アンチのマネージャーです。あ、これはね、マジでちっちゃいんだよ。ちっちゃいの、なんか一回りして。おー、水上花見ご発ドンチキ。うわ、ハンペア、ナイスです。君がいないとやってけないやです。あ、カレーマンです。今日は忙しいぞ。うん、ね、眠たいですよ。でもやっぱり長時間ぶん回さないとねえ、ナイスって取れないじゃないですか。今日沸かします。
沸かすぞ。あ、お菓子2個あれぞ。おー、いつもありがとうね、かわいこちゃん。お薬飲みました。ん？さっき枠に来られませんでした。わかんないです。あの、俺さ、配信外、あの、事件ないかなと思って、いろんな枠行くんだよ。あの、どこの枠行ったかわかんないですよ。で、一回コメントしたからって、その配信者の名前も覚えてるわけじゃないし、相当インパクトがないと覚えられないです。あ、この人はなんかせいちゃらがなんかどうのこうのって言ったやつとか、なんかね、俺コラボしませんかって言ったかもしんないです、俺が。でもなんか推しに聞いてみないと分かりませんとか言ってる時点で俺はもう興味ないんで大丈夫です、すいません。めんどくさいです、そういうの。うん、あの推しがいるとかは関係ねえし、で今シルバープラスなんでしょ、シルバープラスでしょ、シルバープラスで推しがいるとか、あの推しじゃないっすよ、それプラチナとかプラチナプラスになってから推しって言わないと。うんうん、あのシルバープラスで推しに聞いてみないと分かんないっていうのが意味が分かんないです。全然推しじゃないです、その時点で。でその人がね、もし推しだって言うんだったら、あなた伸びないですよ。うん、全然押されてないし、その人のラジコンになっちゃうんでしょ。シルバープラスなんでしょ、その人が思いっきり押して上行けないっすよ。その人の意見を聞かないとコラボができないとか、イライラしたね俺。あ、2個あれです。でしょ、伸びないっす。プラチナとかになってたら、推しに聞いてみないってのが分かるんですよ。うん、ゴールドだったんだ。全然押されてないそれ。うん、プラチナとかプラチナプラスになってる、なってる人がね、推しに聞いてみないと分かんないってなったら分かりますけど、ゴールドとか シルバーとか全然推しじゃないから、それふわっちの世界で言ったら。うん、意味が分からんって言ってたでしょ、みんなも。ごめんなさい、その時点でもうめんどくさいですね。なんか推しに聞いてみないちょっとコラボとかわかんないですと。うん、41歳でしょ。うん、意味がわかんない。ピザマンです。厳しいけど、そう、俺もちょっと辛口だけど実際そうなんですよね、この世界って。うん、しょうがないね、今日食欲ないんです、全然お腹空かない。でも薬飲んじゃったから食べないといけなくて、何時に帰ってきたっけ、何時、マサヤンチに着いたら何時だっけな、1時、2時か3時ぐらい。うん、あ、大入り肉も美味しいね。ナイス、ありがとう。あ、養分からナイス、ありがとうございます。養分はね、あの大阪に帰ったと思いきや名古屋にいたね、まだ。うん、あ、バカにされたって悔しかったんでしょ。あのやっても上に上がれないよ、あのアンチ産むだけだよ、正論しか言ってないから俺、ごめんね。うん、俺間違ったこと言ってないから、ぶっちゃけ。うん、何が面白いか分かんない、俺も分かんないです。でも昨日とか4日間草生えっぱなしですね。眉だし、ナイス、おしてれ眉ね。
指定論しか言ってないから、あのさっきの方ね、あのチャラマコさん、あのタヌキ役でやってるでしょ、ぶったたかれるよ、うん、お前バカだなって、チャンス逃したなって、あ、押した、うん、もったいないことしたよね。だからね、あの上に上がるには自分の判断力っていうのはすごい重要になってきますよ。いざという時に一瞬で自分で決めない時ってあるんですよ、決断力。それはすごい大事ですよ。今判断しないといけない、今判断しないとチャンスを逃してしまう。そういうチャンスを無駄にしたらもう本当にこの世界終わりますよ。リアルの世界でもそうでしょ。迷ってたらダメなんですよ、決断力がないと。そうでしょ、みんな、あのお金持ちの社長さんっていうのは決断力が素晴らしいんですよ。団結力もね、社員をまとめる団結力もあるし、決断力が素晴らしいんですよ。ここでね、先行投資したりね、仕事してる人はそうでしょ、うん、そんなチャンスってないんですね。だからそのチャンスをものにするには、あの決断力、これすごい大事です。今の、あのチャラマコさんは決断力がないんですね。だからもう、あの上に行くことはないですね。うん、自分で決めないと。そういう時はもう、あ、今シルバープラス誠司さんとコラボしたらプラチナまで行ける、うー、どうしよう、この推しの人の言うことを聞くべきか、誠司さんとコラボをするべきか、自分で考えないと。そういうのがね、なかったんです。うん、自分の今の押されてるね、せいちゃらさんの言うことを守っちゃった。うん、ダメなんですね。じゃあいただきます。あ、今日ルイさんね、4時に晩解除みたいですね。食欲全然ないです、食べたくないんですよ、これ食べたくないんですけど無理やり食べてるんです。あのお薬飲んじゃって、これだったら食べれるかなと思って、さっぱりしてるんで、うん、もうさすがにもうこれで終わりです、ご飯は。うん、これ美味しいよね。まあ女だったら5畳行くよね、普通にやってたらね。うん、まあ結果出してますからね。うん、あの復帰してすぐにね、あのいきなり引退して復帰してすぐにこのね、マンスリー8位ですか、結果出してますからね、説得力あるでしょね。あ、皆さんナイスお願いします。うん、謙虚なんですね、謙虚もしないといけない、これ難しいですよね。え、押してるよ、マンスリー1位は無理無理、マンスリー1位は敵増やしてどうすんの、帰ってきて、いきなり帰ってきてマンスリー1位取ってね、敵増やしてどうすんのよ。